人参育ってきたね。こっちさつまいもね。あそこまで30メーターぐらいあるな、これ。二通りさつまいも。これが人参。これはなんだか忘れた。その向こう側が落花生。で、あの緑色のやつがキャベツ。で、これがトウモロコシね。俺のとこのやつはね、周りに比べるとね、遅いんだよ。だいたい8月の後半ぐらいに食べれるように作ってるんですけどね。で、これがかぼちゃね。かぼちゃがずっとかぼちゃやたらまさまさと。ではこの辺にかぼちゃになってたよ、1個。まあまあいいなりじゃん。で、まあ、トウモロコシもだんだんね良くなって、ヒゲも生えてきて、で、ここスイカゾーン。スイカゾーン、スイカがね、見えない見えないって言ってるけどね、あるんだよ、実際的に。3つだか4つなってたよ。見えないんだよね、これね。今、なんか花も咲いてるけど、わけわからん。もさもさとしてる。そんな感じでね。よかったよ。よかったけど、見えないね。だけ電気流れるんだけどね、この野郎結構電圧あんだぜ。ちょっと試しにやってみる。一回止めて、夜っていうか、これにするじゃん、今出力ついてるじゃんね。で、そこへこれ4000ボルト2000ボルト2000ボルト、もうボルト数が大きくてもね、人間そんなにあれなんだけど、アンペアがでかいと思うんだ。はい、今入りにしました。点検。2000ボルト来てますね。2000だけ？あれ？良好じゃないじゃん。切ったから。あれ？おかしいね。でも2000が来てるよね。多分しびれるよね。4000まで行かなきゃおかしいんだけどね。電圧電、今日太陽電池充電してないね、多分。それでか。いつもだとね、4000ボルト行くんだよ、これ。危険なんだよ。ボルト上げてもね、アンペアが高いと人間に